宮城教育大学付属中学校は宮城県仙台市青葉区上杉六丁目にある国立中学校である。宮城教育大学の付属中学校である。1学年の生徒数は約160名である。宮城県内では唯一の国立中学校である。手前のピンク色の校舎が付属中学校、その奥が秋吉寮、その奥の高層マンションがあるあたりが、 北仙台。右に見えるのが、付属小学校と上杉中学校同一敷地に、宮城教育大学付属小学校、同付属幼稚園があり、東北大学、秋吉寮を挟んで北側には、仙台市立上杉山中学校がある。付属幼稚園を呼び、小学校グラウンドの東隣には、宮城県立資格支援学校、宮城県資格障害者情報センターがあり、 本校がある地域は複数の教育機関からなる文教地区である。古くから二学期制を導入しており、かつては全国でも珍しい秋休みがある学校として注目された。しかし2002年度より仙台市内の公立小中学校がすべて二学期制に移行したため、二学期制の学校としての注目度は現在ではないに等しい。しかし現在は 仙台市内では、珍しい定期交差3回制を導入したり、副教材が理数のみであったりするなど、宮城県内における教育的、モデルケースとなることが何かと、大一学校である。制服はブレザーであり、男子はネクタイ、女子はリボンが指定されている。色は、グレー、金の2つから1つを選ぶ形式になり、入学式や卒業式などの学校行事の際には、 金が指定される。校内で実技強化があるときは、濃い青色の体育ジャージを着用する。ちなみに、ジャージの中には、長袖トレーナーなるものがあり、これは特に定められてはいないが、冬の着用が一般的になっている。本校は、生徒のほとんどが付属小学校からの入学で、外部からの入学は少ない。付属小学校からの入学者数は、 基本的、120名。つまり、外部からの入学は40名ほどとなる。テニスコート本校には、部活動というものがなく、代わりに、サークル活動というものがある。2003年度末より、部活動が廃止され、サークル活動に引き継がれた。サークル活動は、1週間に2、3回の活動があり、運動サークルと、文化サークルがある。生徒の加入は自由であるが、 ほとんどの生徒が加入する。なお、複数のサークルに所属することはできない。生徒がサークル全体の運営をする機関としてサークル検討委員会というものがある。これは生徒会総務と運動サークル長文化サークル長で構成される。委員会は生徒会総務を中心に活動している学級委員が務める学年委員会、保健委員会、 図書委員会、整備委員会、放送委員会、生活規律委員会、編集委員会、全校活動委員会、福祉委員会、応援団幹部の全10委員会がある。特別委員会は、スポ大実行委員会、合唱祭実行委員会、府中祭り実行委員会、送別会実行委員会、選挙管理委員会に加えて、総合の委員会がある。 県内トップ校であるナンバースクールに毎年38%前後の生徒が進学する。特に仙台2校、宮城第1校への進学者が多く、仙台2校への進学者数は例年トップであり、平成29年度は38名、平成30年度は35名、令和元年は40名。また、平成27年度より、 宮城教育大学附属小学校、仙台第二高等学校、仙台第一高等学校、宮城教育大学と連携し、英語教育強化地域拠点事業に取り組んでいる。ありがとうございます。